はい、というわけで、2日目の動画ではない、2日目は、制服？週に2日目は、りなちゃんは高校生なんで、なんで受付嬢だったじゃん。あ、はい、月曜日はね。うん、でも火曜日は高校生じゃん。無理無理、そんなことできないよ。なんで、まぁ、ちょっとこういう風な制服。これはあれだっけ、学校指定の制服になるんだっけ。知らねえよ。お前の妄想で決めろよ。盗撮ですよね。あ、はい。なんかすごい、撮ってるのバレバレですけど。あ、そうですか。すいません。気になっちゃうんで。あ、そっか。何その、なんか。あ、そうです。その人の設定、何。あ、じゃあちょっとすいません、盗撮の方させてもらいます。すいません。盗撮になってないから。あ、すごい撮られてんなって思うから。あ、すいません。そんな撮んないじゃん。あ、すいません。あ、すいません。あ、すいません。この先っぽが太くなってたらどうなんだろう。それ加えづらいから。加えづらいんだ、それだと。まあ、カントリーロードってこういう感じで吹くんですよね。すごい。まあ今日は、僕のリコーダーをマリアちゃんが吹くっていうデートだったんですけれども。そんなデートないから、本当に。別れちゃうから、中高生そんなデートして。